1号車、武方雅人、伊勢崎、ハンデ0。2号車、北渡瀬満、伊勢崎、ハンデ10。3号車、吉田圭介、伊勢崎、ハンデ20。4相手筆頭は岡部聡。ブルーランプが消えていきます。ブルーランプが消えました。第40回デイリースポーツ杯優勝戦スタートしました。20戦のスタート争いは4番の湯浅が前を浮かせながら出ようとしましたが、3番の吉田圭介残していって枠なりスタート。そして後ろから早くも鈴木圭一郎がスーパーハンデから30戦の2人を一伸び、6番手へと上がってまいりました。早くも鈴木圭一郎がうなりを上げる。おっと、なんということだ。なんとスーパーハンデ鈴木圭一郎が序盤戦で落車の大アクシデントが発生しています。大波乱のレースとなった。先頭1番の生方雅人、さあ初V が見えてきたのか。残りは4周回、2番手には吉田圭介、いずれも初優勝を狙う2人が先頭2番手を走っている。3番手6番の田村次郎であります。田村も前回の優勝戦地元は8着と悔しい思いをしました。さあここから追いつけるか。大壁も目の色を変えて追い込んでくる。4番手へと上がった。まさかまさかスーパーハンデ鈴木圭一郎が落車に散っています。2001年デビュー以来の初優勝を狙って生方雅人が大逃げ展開。追ってくるのは2004年デビューの吉田圭介、そして3番手争いはさばいてきたのは7番の岡部。残りは2周回、さあ初 V 決戦となった。生方かそれとも吉田圭介か、どちらが勝っても初優勝だ。3番手は岡部、4番手が6番の田村次郎となっている。絞られた。どちらが初 V か、どちらが夢を果たすのか。生方かそれとも吉田圭介か、懸命に追っていく。千載一遇のチャンスを生かすのはどっちだ。吉田圭介追いすがる、吉田圭介追いすがる。生方が逃げる、生方が逃げる。吉田圭介にも初 V の夢がある。どっちだどっちだ。1番の生方完全優勝が初優勝だです。2連単13 18,040円、2連複1と3の組み合わせ5,210円、3連単が137 107,700円103